一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。政子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り俺も生きねば。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。叔父上、いつか会いましょう。ユリが母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。もうこの次は本土の武士、追われる身となろうとはな。いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。最後まで忠義を尽くしてくれたな。甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。いつの間に作ったのだろうな。ユナには借りができた。返せぬほど大きな借りが。賢治の秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。鍵縄ができるまで策も繰り返したようだ。俺を思ってのことであろうが、さすがの腕だ。お前が生きておればな、酒を飲みながら語りたかった。いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。あんたが生きててよかったよ。パンを殺して蒙古軍には長がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っており、島から出られぬ以上土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。よかった。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。